お久しぶりです。皆さんどうもこんにちは、小屋のるです。本日なんですけども、今後の方針についてお話ししていこうかなっていうふうに思います。まず先にご報告ということで、中央大学を休学しました。持病の躁鬱病がね、先々週2週間くらい前に来ましてですね、そこでこれダメだなと思ったんで、それで2週間ほどね静養しました。で、今は静養効果がバッチリ出るのが、こうやってしっかりと話せるようになりました。イエイで、ことで休学しながら、今後どうしていくかっていうのを考えていこうかなというふうに考えています。それでですね、まあこう休学した理由なんですけども、まあ、まず一つとしては、まあ、発達障害の治療、まあ、自分がね今まで手つけてこなかったアトモキセチンっていうのを飲んで、で、それで社会復帰を目指していこうかなっていうふうになっております。まあ、つまりこれはまあポジティブな休学ですね。まあ、去年は本当にネガティブな休学で、もう半年間くらい動けなかったから、なんで今年はもう早いうちに手を打って休学して、でそれで今後につなげていこうかなっていうための休学です。で、まあ、もちろんね、まあ、発達障害の治療だけじゃなくて、もう一つ休学した理由っていうのがありましてですね、就労移行支援っていうのにね、通おうかなと思ってます。まあ、この就労移行支援っていうのはですね、仕事に困ってる発達障害者を助けてくれる支援だそうで、で、まあ、そこにねちょっと通おうかなと考えております。あのもちろんね、皆さんがね、お尻の通りで、あのラリってるような人間なんですけども、まあ無論ね、こうキエーとかね、そういうお箱ネタはね今後もやり続ける予定ではあるんだけども、本気で社会復帰を考えないとこの先まずくなりそうだなってことで、やっぱりいっぱいある社会復帰編ということで、まあ、就労移行支援にあの通おうかなと考えています。で、ちなみにこの就労移行支援でもまたねキーってなることがあったんで、またまあそれは後日公開されるというふうに考えています。で、まあ、このね就労移行支援、まあ、先のネタバレになっちゃうんだけども、アルバイト禁止です。キーコンビニとかもできないんですよ。で、僕ももう休学したからコンビニバイト1週間に1度くらい入れようかなって思ったんだけど、雇用契約が全てダメだし、つまり バイト禁止ですね、この就労移行支援に通うと。キレで、今後さ社会復帰したいための支援なわけじゃん。それなのになぜこうバイトとかを制限するんでしょうかね。そこがよくわからん。例えば月20万くらいバイトとかで収入があるにもかかわらず就労移行支援に通うとかだったら、まあ確かにおかしいかなっていうふうになるけども、週1週2ぐらいのコンビニバイトだったら全然ね、むしろやった方がね、むしろ逆に就労移行しやすいんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、まあ小屋のるお得意のタイミーがあの使えなくなるんですね。俺のネタを思うんじゃねえ！けー！救いもありましたね。救いがあって、それは YouTube 収益は OK だそうなんです。なんで今日までねちょっと投稿お休みしようかなって考えてたんだけども、この YouTube の収益がもしかしたら収入に値して、でこの就労移行支援っていうのが受けられなくなっちゃう可能性もあるから、まあだから今まで投稿しなかった理由の一つなんですけども、前例があるから OK らしいので、住民税課税、まあ大体住民税に課税されるのが大体100万からなので、で私今年は、確かタイミーで25万円稼いでて、で、それで今月の YouTube 収益が多分1万円1万ちょいくらいなので、
少なくともまあ小銭稼ぎはできるということで、まあ、そこはね安心ポイントですね。働くということが、まあ、事実上、まあ、禁止されて、まあ、あの就労支援に真面目に通わなくちゃいけなくなるんで、まあ、そこがちょっと不満点かなと思いますが、就労移行支援のね日頃のね、日常とかね、そういうのを提供できればなというふうに考えております。まあ、あと別に働けなくともね、まあ、なんとかお金のやりくりとかっていうのをね、まあ、考えられると思うので、ちょっと親も頼りつつね、今後どうしていくかっていうことも真面目に検討したいと思います。ここからが大事なんだけども、今後のチャンネルの方針についてですね、今後のチャンネルの方針についてなんですけども、まあ、小屋のチャンネルについてくるねはぐれ者の皆さん、まあいろいろな人がいると思うんですよ。ギャンブルであったりとか、学歴中であったりとか、受験生がタイガーファンディングできた人であったりとか、あとは社会不適合者できた人もいれば、中央大学生できた人もいると思うんですけども、まあ、今後はですね、5つのテーマに絞ろうかなと。まあ、中大、学歴、生活、社風、発狂というね、この5つでね、構成させていただきたいなというふうに考えております。で、で、それで、まあ、基本的には小屋の日常をね、キエーとかね、発狂したりとかね、あのアホなことをやる日常系 Vlog として、今後お送りさせていただこうかなというふうに思います。今までやってたギャンブル企画なんですけども、少なくとも単体ではもうやりません。ただ、パチンコや、競輪、競馬とかはたまにやると思います。前の動画でちょっとわかりにくかったと思うんですけども、現在、まあ、僕メガネなしで撮ってるんですけども、あの小屋のるくんとキエのるくんっていう2つのキャラに分けようと思います。そう思うきっかけっていうのは、ネタだと分かりづらいというね、多分おそらく小屋のるチャンネル見てよく見てくださってるはぐれ者の皆さんだったら分かると思うんですけども、世の中には初見の人も多くいて、初見の人がこれ見たら「え、何こいつ」って思って、で低評価をされてブラウザバックされちゃうんで、これからはこのその状態と「それで、まあ、しばらくなんですけども、しばらくは療養中なので、あのトーク動画中心になりますね。はい、なんで小屋信くんと、まあ、キエノ君が交互に出てきて、またね、過去の辛い話とかね、女の子の話とか、まあ、そういう風な、トーク動画中心になります。であといずれあのスマートフォンもう一台買って、あのショートTikTok、いわゆる縦動画に力入れたいと思います。やっぱり小屋の俺は横動画中心できたけども、やっぱ縦動画もねちょくちょく力入れていかないと YouTube 上の競争に勝てないと思ってるんで、今後もねちょっと縦動画やっていこうかなというふうに考えています。であとは令和の虎関連ですね。まあいずれ僕はあの舞台に帰ってリベンジしたいと思ってるんで、まあそこが受験生版になるのか、それとも本編になるのかリベンジ版になるのか分かんないんですけども、僕はせっかく出てね恥かいたんで、絶対にリベンジしたいっていう気持ちでいっぱいです。恥をあんだけね、38万回もね晒してるわけですからね、今後ね、皆さんにね、リベンジできるように、またねこう受験生版の人を中心になんか面白そうな人いたらちょっとコラボさせてくださいってお願いさせていただきます。それにみんなも気になるでしょ。みんなどうせ画面の前にいるはぐれ者のお前らもさ、あのどうせ学歴中であったりとか社会不適合者なんだから、いろんな人とまた、付き合っていこうかなっていうふうに思います。あ、もろんね、はぐれ者のね、小屋のチャンネルいつも見てる皆さん安心してください。基本的な軸はぶらさずにトーク動画みたいなのを保持していこうかなというふうに考えています。あとはですね、こう自己開示ですね。今までちょっと自分のトラウマであったりとか、まあ、そういうのを開示してこなかったので、こう全てね弱みをさらけ出す決心がついた今、なんで小屋のるってこんなキャラクターになったんだ、こういう育ち方したんだとか皆様にお届けしたいなというふうに考えてるんで、要するに小屋のるの昔話に関して話していこうかなっていうふうに思います。まあ、あとはね最後、ここが今日伝えたいポイントです。周りの人を頼ります。今までは自分勝手でぼっちで一人で勝手に突っ走って勝手な行動して
みんなから品種買うっていうのがいつものパターンだったんで、まあ、それは親の品種しっかり、画面の前の視聴者の品種しっかり、いろんな人の品種を買ってきました。なんで、これからは周りの人もね、しっかり頼ろうとね。僕ぼっちなんだけどもね、これからはね、ちょっとずつね、社会不適合者もね、ありながらね、今後もね、だん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 とね、社会復帰していく姿をね、見せたいかなっていうふうに思います。無論ね、キーとかね、ウーとかね、ぶっちゃけた本音とかね、こうやって僕がいろいろとね、ブラーってね、喋っていこうかなっていうふうに思ってるんで、これからもね、小屋のチャンネルね、パワーアップしたね、姿を見て、これからも見ていただけたらというふうに考えておりまーす。ということで、皆さん、ありました。さようなら。今後はね、しっかりと逆襲決めますよ。